まず新幹線からご説明させていただきます。はい、新幹線に関してですけれども、特に影響が大きいのが山陽新幹線と見ております。はい、特に、明日ですね、台風の中国地方に上陸すると見ておりますけれども、その影響で、朝からですね終日見合わせとなる可能性が高いと見ております。はい、ただその他の新幹線につきましては、台風による、遅延の影響はありつつも運行はできるレベルと見ておりますので、特に山陽新幹線以外の新幹線に乗る予定の方は、早めの出発を心がけていただければ、よろしいかと思います。はい、昨日の段階で JR 西日本から終日見合わせる可能性があるという発表も出ていましたよね。はい、はい、ちょっとまた U ターンラッシュと重なってしまうので注意が必要ですね。はい、はい、さあそして在来線の方はどうでしょうか。はい、続いて在来線の影響について解説させていただきます。はい、まず本日ですけれども、本日についてはすでに、JR 九州から、今日のですね運行計画の予定がプレスされております。はい、はい、で、特にその内容を見ますと、午後からですね一部路線で、本日運転を見合わせるということも発表されておりますので、はい、特に宮崎県、大分県の沿岸を走る路線については注意が必要と見ております。はい、続いて高速道路の影響予測も確認していきたいと思います。お盆期間中ということでかなり車を使う方も多そうですね。はい、はい、続いて高速道路の影響について、解説させていただきます。はい、高速道路についてもですね、特に本日から影響を受けるのは九州エリアの高速道路と見ております。はい、で、その他のエリアについては特に明日がピークとなりそうですので、特に明日、予定されている方は、日にちをずらすなどですね、計画を見直していただければと思います。まあ、特に海沿いとかそういったところ走るところですとかなり影響とかもありそうですね。そうですね。はい、はい、さあでは飛行機影響はどのように出てくるでしょうか。はい、はい、そうですね、もうすでに九州の宮崎空港なんかではですね、はい、欠航が出ているような状況になります。はい、はい、それでは台風10号のこの先3日間の空の便への影響予測をエリアごとに見ていきたいと思います。はい、はい、まず本日影響が大きいと見込んでいる九州四国エリアですけれども、九州エリアでは先ほど申し上げました通り宮崎空港で、滑走路に対する強い横風吹く影響で多くの便で欠航決まっております。はい、はい、でこの宮崎空港をはじめとしまして、まあ、いわゆる九州南部の鹿児島空港ですとか熊本空港ですね、このあたりについても明日の夕方頃まで欠航便相次ぐ見込みです。で、その後夜も引き続き強い雨や風ですね、これが残ってしまうので条件付き運航となる可能性があります。はい、はい、で特に夏休みお盆期間中ということで、うん、奄美大島とか屋久島あと与論島などの離島に行かれる方も多いかなと思うんですけれども、そちらも本日は欠航便相次ぎそうですね。で明日も強い風が残りますので条件付き運航が引き続き、残るかなというところで見ております。はい、はい、九州でいうとその他の九州北部福岡ですとか佐賀長崎ですね、あの辺りの空港とあと四国の、各空港につきましても本日午後から、明日15日にかけて欠航もしくは条件付き運航となる可能性があるので、ご利用の方は注意が必要ですね。はい、はい、で次が明日影響が出てくるエリア、はい、中国関西地方になりますけれども、まず関西エリアでは、本日午前からですね滑走路に対する強い横風による条件付き運航が発生しやすくなります。で、明日15日午後からは本格的に台風の影響というところでして、欠航や条件付き運航が発生してくる見込みです。はい、はい、特に九州の方に近い岡山ですとか広島あと山口宇部空港などご利用される方はですね、早いと、明日15日の午前中から欠航になる可能性があるのでそこも十分注意していただければと思います。はい、はい、そして次が、セントレアとあと伊豆諸島の方の空港なんですけれども、こちらは台風の直接の影響というよりも台風周りの強風がメインの影響になってきそうです。遅延や条件付き運航が続く可能性があります。はい、はい、
特に伊豆諸島方面への飛行機については機材がそんなに大きくないですので欠航になる可能性も高いかなというところで見ております。はい、はい、最後ですけれども北陸東北エリアの空港ですね、メインの影響出てくるのはあさって16日になる見込みです。こちらは台風の進路ですとか速度次第では影響の見込み日程がずれてくる可能性ありますので今のところの最新の予報だと16日というところになりますね。はい、はい、台風10号に関する影響予測は、こういったところですがこれ通過した後もですね、はい、機材繰りの影響が残ったりしてダイヤが乱れたりっていう可能性がありますのでお出かけの際は、特にお盆でご利用の方多いと思いますけれども各航空会社の最新の運航情報をご確認いただければと思います。はい、ちょうどお盆休み期間中ということでだいぶ利用される方も多そうですからね、はい、そうですね、はい空の便ももちろんですけれども飛行機が降りられたとしてもその後の陸の便が使えないと空港で足止め食らってしまう可能性もあるので、はい、先ほどの交通陸の方の交通見解の方も一緒に合わせてご確認いただければと思います。はい、分かりました。はい、ということで最新の情報を確認していきました。東さん、ありがとうございました。ありがとうございました。